暇だし YouTube でも見るか。え、たかし？あいついつの間に YouTuber デビューしてたん？聞いてないんだけど。しかも再生数3回。どんな動画なんだろう。暇だし見てみるか。暇だし。ポチ。あと。いや、テンパりすぎ。大丈夫？本日はお日柄もよく。挨拶堅苦しすぎるだろ。名前は、どうしよう。田中たかしです。よろしく。本名言っちゃった。いいの？そこはニックネームにしとかないと。たかきんとか。いや、これはまずいな。ごめんなさい。ここカットしといてください。今日の企画は、コーラをメントスに入れてみた。イエイ。いや、逆。テンパりすぎ。はい。じゃあ、こちら用意したコーラを、こちらのメントスの中に注ぎます。逆じゃなかった。マジだった。信じてやらなくてすまんともよ。はい。で、こちらがすでにメントスにコーラを入れたものになります。お料理番組の時短技。それメントスコーラでやっちゃダメだろ。あ、違うわ。メントスコーラじゃなくてコーラメントスだってややこしいな。はい。そしてそれをレンジで3分温めた。わかー！北斗百裂拳。いや、何これ。ツイッターのフォローよろしく。はい、こちらがすでに3分温めたものになります。これにこちらプリンと納豆を入れてかき混ぜます。いや、これ何見せられてんの。メントスコーラじゃなかったの。最後に仕上げにこちらさっき道で拾ったどんぐりをまぶして。たかし、どうしたん。なんか悩み事あるなら聞くよ。大丈夫。はい、完成です。では出来上がったこちらのコーラメントスを飲んでいきたいと思います。いや、嘘でしょ。飲むの絶対おすすめしないんだけど。というか、この動画を見てる良い子の皆さんは絶対真似しないでくださいね。これは僕じゃなくて後に誠からのお願いだよ。うん、やばい。これちょっとケンジも飲んでみて。ケンジもいたの？マジで？マジこれ飲んでみな。飛ぶぞ。いや、言い方、長州さんみたいになってるやん。うん、あー、なるほど。ママの作るご飯みたい。ケンジのお母さんいつも何作ってるん？はい。というわけで今回の動画は以上。終わった。嘘でしょ。終わり方突然すぎてスマホぶっ壊れたかと思ったわ。斬新な YouTube。 コメントとか書かれてるのかな。一件書かれてる。何？こいつ自分の声に酔ってんな。いや、それ後に誠が人生で初めて書かれたアンチコメント。ちょっと待ってよ王子様、それはないでしょ。